戦も終わったというに火種は尽きぬものじゃ。これは災いを招く類ではなさそうじゃが。あの旗は見覚えがある。源氏と平家の軍勢ではあるまいか。ということは、ここは宇津潮ではあるまい。しかし通りがわからぬの。何故時を超えてしまったのか。それを知るには先に進んでみるしかなさそうじゃの。
どうやらわしらを案内しているようですな。弁慶、それがお主の名か。なるほど、小刀を見て主の刀と間違えたということか。ほう、主の名は牛若とな。武勇名高き源義経ではないか。
人の戦が怨念を生み、怨念が妖かしを生むか。御霊を鎮めたまえ。弁慶が武具ではなく、まれびとを見つけてくるとは。半妖として生まれた私を迎え、武芸百般を授けたのは、鞍馬山に住む妖かしたち。そして私の刀を狙って現れた弁慶は、互いの命を預ける分身に。この源の九郎判官義経、霊石に見入られた平家を滅ぼし、源氏に伝わる妖かしを打つ刀を手に、必ずや世に平安を取り戻してみせよう。それを後押しするは新たなまれびとの光。同じ光を持つ者よ、女性に感謝する。義経は密かに奥州は平泉まで逃れたのじゃが、その平泉で敵に追い詰められつつあるようじゃ。奥州を治めるは名門藤原氏、義経とは名誉のはずじゃが、火急の事態じゃ。急ぎ我らも平泉に向かおうぞ。目がくらんだか、醜き人の動揺。先に行け弁慶。衣川へ、私もすぐ後を追う。の道は藤原勢に抑えられてしまったようじゃ。金色堂へ通じるというこの洞窟を抜けるしかあるまい。それにしてもお堂の裏に隠し金山とは。これが奥州の栄華の秘密というわけか。凄まじい霊石の気配よの。おそらく敵は藤原勢だけだ。弁慶、こやつら全乱やるのか。剣も兵法も牛若に虎の巻を授けたはわらわよ。まあ
わらわもついておる。牛若を死なせるでないぞ。Yep.
怒りに飲まれるところであった。世を戦火に巻き込んだ真の敵は未だ人の闇に潜む。争いを生む貴公であれば我が志分かち合えよう。いかに遥かな道が待ち受けようと、このあやかしを打つ刀ある限り、私も戦い続ける。後世より来たりし、まれびとよ。刀に残された我が育ちの思念をたどり、真の敵を撃て。